違うバージョン。はい。うーくんとぷくまるが今岡崎にいるじゃん。うん。でちょっと寂しいからさ、ちょっとテレビ電話してさ、やろうぜ。みんなに見せてあげよう。うん、見せてあげよう。ちょっと電話してみよっか。うん。携帯電話を見ないんですよね、しばゆさんって本当に。町歌がリサイタルズっていう、ね、自分大好きですね。おい出ろや。おーいー。ねえママ。何？鬼滅の刃のさスタンプを連打してやろうぜ。イエーイ。これくらいお安いご用です。僕もやりたい。いいよ。すみません。これくらいお安いご用です。すげえ兄貴。集中。うまい。遅れてないよ。出ないじゃん。ちょっとまた出る時になったらつけるわ。うーくんは今岡崎にね福丸を連れてってくれてるんだけどね、みんながコメント欄ですごいねうーくんのことを褒めてくれてて、連れてってくれてるの偉いねみたいな、当たり前なんですけどって思って、いやありがとうとは思うよ、思うんだけど、やっぱりまだまだ女が育児をするもんだっていうのをみんな背負いすぎないのよ。で、兄弟を今話しちゃうのはちょっと寂しいし、かわいそうだなとは思うんだけど、なんていうのかな、すごいことなのかもしれないけど、普通じゃない？私たちはそういうやり方をやってるわけよ。そう。まあ、しばゆはすごいんだけどさ、全然連絡が来ない。全然連絡がつかない。もうずっと家、岡崎の家に私が行っても、来たようーくん。今撮影してた、ちょうどうーくんの話してたとこ、ビデオちょっとだけしよう。ここだよ。そこじゃうーくんインカメシャカシャカだね。何のサブちゃん撮ってんのそれ。しばゆとどういう風に会ってない時間を過ごしてるのかっていうサブちゃん。寂しいけど楽しんでるじゃん、お互い拘束されることなくさ、なんかのびのびとスケジュールを立てて、まあ一旦こういう期間ってことだね。うん。プーさんは寝てるよ。プーさん寝てんの？プーさん一瞬たりとも映せない？映せるけど暗い。うん、ちょっと見たい。ありがとうございます。ありがとうございます。今声出したかったけどね。出さなかった。声出しちゃダメです。もうね、あわやハイハイみたいなうつ伏せのマジ？ゴロリ動き、ゴロリムーブをね、結構するけどね。最近そう、寝返りが始まったらしいよ。もうぷくまるは一旦しばゆに信じて任してる。本当に信頼してるから、だって父親だし、心配じゃないのってすごい言われたんだけど、全然心配じゃない。だって、私はしばゆのことを信頼してるし、尊敬してるからこそ任せられる。マジで。で、それはお父さんとお母さんに対してもそう。しばゆのことを尊敬してるってことは、しばゆとお父さん、しばゆのお父さんとお母さんのことも尊敬してるから、だから預けても何とも思わないし、私が産んだかもしれないけど、やっぱりしばゆの血が入ってるしばゆの息子だから、しばゆと一緒にいることが幸せなんだと思ってる。本当に。何？うるさいね。うるさいよ。あーちゃん、うーくんがいないとずっと一人で喋っちゃってうるさいんだ。ありがとう。でもね、うるさいね。あーちゃんは先ほどもうるさい？うるさいよ。そっかそっか、それはね。なんかここの家とそっちの家でさ、音声が筒抜けになるみたいなさ、機能を実装したらどうなるんだろう。ストレス溜まりそう。だってやばいよポンス。普段だって今日もスマブラやってたんだけど、スマブラで負けるたんびに画面を、あれなんで負けんだよってなんかずっとガチギレしててやばかった。いちいち取り乱すなよって私が諭して。ちょっとパリピすぎるよね。パリピすぎる。私の気性が荒さがもうそっくりそのまんまポンスにもう伝承してるから。うーくん絶対に角刈りの顔絶対に角刈りの顔うるさい。この顔は何それ。絶対に国語力がない人の顔絶対に国語力がない。今日どうだったって聞いたの。何もないよ。じゃあサブちゃんはこの辺で終わりにする？というわけで今日もうーくんお疲れ様、あーちゃんお疲れ様、一緒にうーくんな、まだ米の中入れてもちょっと薄くなったね、ガシャガシャ感が。確かにまだ米突っ込めます。また突っ込んでください。じゃあはーい。じゃあまた明日。あーちゃんにまた電話して。すぐ電話してね。この後10分後、いや1分後に電話して。じゃあ切んなくていいじゃん。あーちゃんまあお風呂入ったりするんで、一回こうサブちゃんのために待ってたから。あーちゃん寝ない。分かったよ。ほいじゃあのはいという感じで、私たちの電話はいつもこういう感じ、ほんとこういう感じで、はいということでそろそろ私もお風呂に入りたいと思います。今日のサブチャンネル終わりでーす。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。あ、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。